皆さん、こんにちは。モンマミキです。今日は、あ、開いちゃった。よいしょ、よいしょ。もたもたしてごめんなさい。よいしょ。パレドールさんのクレームショコラです。これ、以前ちょっとだけ出したことあるんですけど、メインでお話ししたことないので お話です。私の、大切なお友達に、贈り物をしたんですよ。で、2022年12月25日までは、味が2種類。これだけだったんです。で、26日から、じゃん。獺祭。味が出ました。そんなわけで、もともと、この二つの詰め合わせがあるんですけど、それをプレゼントしようって張り切ってたところに、獺祭味が出たので、三つの詰め合わせで、プレゼントしました。なんだろうな。パレドールさん、好きなんですけど、好きな気持ちもあるんですけど、本当に美味しいチョコレートっていうものを、知ってほしい、味わってほしいっていう気持ちも、あるんですよ。パレドールさんのチョコレートを食べてから、これがチョコレートの味なんだって気づかされて、なんだろうな、その感動を一人でも多くの方に味わってほしいって気持ちもあって、プレゼントしています。以前ホワイトチョコレートをプレゼントしたこともあるんですけど、ホワイトチョコレートに関しては、皆さんが知ってるホワイトチョコレートの味とは全く違うので、またあれが衝撃なんですね。だから、カカオから作るチョコレートっていうのは、こういう味なんだよっていうのを、知ってほしいです。美味しいものを食べると幸せな気持ちにもなるので、自分の大好きな人は、やっぱり悲しい顔よりも、笑顔になってほしいので、一生懸命プレゼントを選んでます。まあ、あれですよ、相手がね、欲しいって分かってるものだったら、はいって渡せるんですけど、今回の場合は、ちょっと、難しかったので、自分で頑張って選びました。今回は以上です。あ、そうだそうだ。クレームショコラの単品は、店頭でしか買えないので、お気をつけください。セットはオンラインで購入できます。大事なことを伝え忘れました。失礼しました。ではまた次回お会いしましょう。失礼します。